さあ今日も始まりましたね。これは第3回目、加藤テニス技術研究所。そうですね、トロコシ。そうですね。これ前回長谷川にならなかったでしたっけ？前回長谷川に変わりませんでした、ね、いや、記憶にございません。やっぱりね、加藤技術テニス研究所だっけ。まああれですか、このツートップやっぱ加藤&長谷川研究所でいいんじゃないですかね。あ、じゃあそうしましょう。そうさせていただきます。そうしましょう、はい、あの1回目何やりましたっけ。1回目は両手バック。あ、両手バックは結構あれ変化しましたよね。結構パーンってね。そうっす。最後私がちょっと実験させていただいてね。そうですね。ヘッドスピードがあってパーンっていった。で前回は、前回フォアハンド。そうだ、フォアハンド、うんうん、それ今回は何かというとフォアハンド、ミドルボレーですね。ミドルボレーこうしたどの辺を、ね、意識してフォアハンドのミドルボレー打ってるのかちょっと研究してね、お互いにこう試しながらねやっていきたいですね。やっぱり人それぞれ結構あると思いますからね。そうですね、各コーチのやっぱり前回だってありましたもんね、両手バック、ね、そうですね、やっぱ人それぞれ考え方とかいろいろあると思うんで。じゃあまずはトップバッターは誰が見せてくれるのでしょうか。トップバッターは私が行きましょう。所長が行くんですか。行きます。まず最初はまず私が1回やってみてね、皆さんの意見また聞いてみると。いいですね。じゃあお願いします。こっちから取ります。そうですね。じゃあミドルボレー、じゃあよろしくお願いします。ああ、いいですね。バランスが崩れてないですね。やっぱちょっと後ろからも取ります。当たりがいいですね。今ね、改良してるんですよ。改良してるのは改良、前ちょっとね、こう緩んでたんですよ。はいはいはい。結構ね、固めてね、力を入れるように。なるほど。手首のコックはしっかり崩さずに打つってことですね。しっかりして結構こう、前のやつだとねこういう感じ。はいはいはい。こういう感じでやってたんですよ。なるほど。これを緩めないで、こうやって入れる。ああ、いいですね。こんな感じです。ナイス、ナイスです。今ちょっと改造中です。なるほど、はい、もうこの辺から力入れてコックして。ポイントは手首のコックを崩さない。そうです。なるほど。結構力入れてます。うん、前どっちかって前はこんな感じで、はいはいはい、抜いちゃって、こうやってちょっとコントロールはいいんですけど、いいように打たれちゃう。なるほど。ちょっとこれ握ってボールがカチッとこう伸びるように今改良中です。いいですね。でもだいぶ身についています。当たりがいいですね、だいぶ、はいはい、これやっぱりあれですか、はい、バランス、体のバランスっていうのもやっぱりしっかり大事に。大事ですね。なるほど。あのここももちろん力入れるんですけど、はいはい、私のイメージでは、はい、ボレーは体全体で打つ。うん、意識です。体全体、腕足だと手でこういっちゃうんだよね。はいはいはい。もう足とかにしっかり力入れて、はいはいはい、足に力入れて。でも結構全身にしっかり、なるほど、すごい全身で力むのとはまた別ですよね。はいはい。だから結構こう体幹力入ってます。はいはい、なるほど。足力入れて、よいしょ、こんな感じで。おー、いいですね。力入ってます。なるほど。いや、ここだけじゃないですよ。体に、体もこっちにも力、体全体ってことね。はい。おー、結構今入れてます。いいですね、はい、そうすると体がぶれないんで、はいはいはい、安定してパチンってこう。なるほど、はい、見てて結構ここ直してます。うん、バランスがいいですからね。はい、だから最近ボレーね、自分におかしいんですけど調子いいです。おー、はい、なるほど、はい、そういうところはね、今私が意識してるんですよ。いいですね、はい。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ続いては、続いてはどちらで行きましょうか。はい。はい。
研究所職員杉田コーチ研究員です。じゃあまずは横から撮りましょう。杉田研究お願いします。当たりいいですね。当たりいいですね。またちょっと所長と比べるとまたちょっと違った感じになりますかね。当たりが熱いですね。確かに。ちょっと後ろから撮ります。おお、いい当たり。よいしょ。花があります、ね、いいですね。これは決定力ありそうなボレーが。それでは、はい、杉田コーチ、はい、何かチェックポイントはありますでしょうか。チェックポイントは、まあ、結構ボレーコンチェントグリップって結構言ってるんですけど、実際僕のフォアハンドボレー僕の自分の持ち方は、うん、結構フォアハンドイースターに近い。おお、ちょっと厚めのグリップってことですね。そうですね。やっぱフォアハンドボレーはパンチ出していきたいんで、はいはい、こちら新しく作るためにもちょっとフォアハンドとイースターぐらいと厚めに握って近い棒を捉えて。なるほど。グリップ的にはそのバックボレーもそのままいくってことですかね。バックボレーはまたちょっと違ってフォアハンドはこう押し出すんで、うんうん、パンチを出したいんですけど、うん、バックボードどちらかというとあの回転、少し回転をかけたり。なるほど。持ち方はそのままってことですね。そうそう、同じ持ち方で。なるほどなるほど。フォアボレーも、まあ、バックボレーもやってる。なるほど。あ、いいですね。やっぱり当たりがいいボレーっていうのは結構熱い握りで持っている方も結構いると思うんで、今のはかなり決定力のあるボレーが打てると思いますんで、かなりいい形だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは2人目の所長。いや長谷川さんめっちゃ時間使ってましたけど、もうあれで終わりでいいですよ。あれで終わりでいいですか。さすが所長。いやいやいや、もう第2の所長が今から見せてもくれますんで。あんなに語れないんで。よし、それじゃお願いします。背筋が伸びてますね。やっぱ猫背になってないんでバランスもかなりいいですね。2人に比べるとちょっとソフトな感じで当ててますかね。ナイス。いいですね。コントロールもやっぱりいいですね。いいですね。いいですね。じゃあ加藤コーチ、何かチェックポイントはありますでしょうか。もうちょっとフォアのストロークよりに最近握ってるんですけど、うんうん、まあ、その分だけちょっと前向きで入る。なるほど。持ち上げ方もう少しこう持ち上げ方と横向きを意識して入るんですけど、はいはいはい、伊藤プリナーの初めてくらい。はいはいはい、まあ、一番よくあるオーソドックスなボレーですね。ちょっと前向きで入るようにしてます、うん、なるほど。グリップの違いでちょっと打点が前に、はいはいはい、なりかえちゃう。加藤コーチも杉田コーチと一緒でちょっとフォア寄りとですね、はい、なるほど。ちなみにバックボレーもそのまま打つ感じ。そうですね、バックボレー、まあ、逆に打点を後ろにして打ってます、うんうん、グリップがちょっと薄くなりますもんね。前になって、まあ、後ろに、はいはいはい、投げよう。なるほど。してます。あ、いいですね。どうでしたか、所長。今のボレーは。いいね、バランスと、いいね。前髪でリズムもいいし。なるほど。タイミングもパチッてうまくね。はいはいはい。取れてる、もう三拍子揃ってますね。なるほど。バランス、リズム、タイミング。ああ、いいですね。さすが所長ですね。なるほど。
所長が2人いるとちょっとややこしいですけども所長辞退します所長辞退しますかじゃあ副所長ですかねじゃあ、うん、そうですね、まあ、最後にちょっとカメラマンの届けてカメラマンはいいんじゃないですか、ね、カメラマンいらないですかいらないよまあちょっとだけ打ちますかじゃ あちょっと待ってやっぱり出ていただかないとね最後にお願いしますバズーカじゃないですかバズーカか見てみましょう。結構前向きで入る感じですか。そうですね。まあ同じで副所長と職員と一緒でちょっと怖いですちょっとだけちょっと怖いより、うん、だからまああんまり横向きはそこまでは意識しないですかねラケットの面をしっかり合わせるのと、うん、タイミングをしっかり合わせることに集中しているようなイメージだから、うん、これも結構私も手首のコップしっかり崩さないように打つような感じですあとはちょっと打つコースによって若干逆クロスに打ちたいときは少し寝かせる場合もありますね少しだけこう寝かせて入る場合なんかも右に打ちたい場合はあるちょっと若干打つコースによってはクロスへ引っ張りたいときはこの形ちょっと逆クロスに打ちたい場合は少し寝かせながら打つ臨機応変にはちょっとやっていますねこう少しちょっとテイクバックしてパチンって止める感じに見えるんですけどそうですね、まあ、止める場合もあるしちょっとグッと押し切るような感じの時もあるしネットに近づけちゃえばもうパンチを効かせて止めちゃうでもうちょっとネットから離れている時はちょっとコントロールするようなイメージでちょっと押しを効かせるイメージもしますです所長どうですか結構ね当たりがね前からパチンってね結構でもコンパクトですよねコンパクトですよねそんな大きく引いてるわけじゃない結構力どれぐらい入れてるんですか力はまあまあ結構入れてますかね所長と一緒で結構、うん、手首がっちり固めてる感じです結構これもう この辺からどの辺から入れてるんですかここからその辺から入れてるもうここから少しもうふらつかないように少し、うんまあ、多少ちょっとこう、ぎゅっと握るタイミング取るためには、ちょっと気持ち緩めますけど、あまり緩めすぎちゃうので、うん、ちょっと気持ち。もう打ちに行くときはもう握る感じ。そうですね。完全に。まあ、少し足で合わせていければ。まあ、足と手のタイミング。そうですね。きちんと合わせる。このリズムをしっかり取れればいいかなと思います。あれぐらいパチンと打ってたらね、気持ちいいですよね。気持ちいいですね。私もね、さっきの話戻っちゃうけど、話長くなって申し訳ないです。こうなっちゃうんですよ。だからそれをね、多分グリップもちょっとさっき言ったように厚く当てたりね、したりいろいろやってるんですけど、ちょっと厚くしたいな。まずちょっとネットとの距離も、あ、もちろんね、違ったりします。ありますね。寝かせて打つ場合も多分あると思う。あります、ありますね。私的には、しっかり今はね、厚い。ネットに詰めれた時は、パチッパチッていきたい。あまりこう緩まない。あ、そうですね。あれこれどこ映ってるんですか。所長だけ映ってます。あ、もうそれじゃないこれ。ほんなそっち映した方がいいじゃないですか、こっち。所長がメインです、ね。第3回目はね、これミドルボレーっていうのにね、フォアハンドミドルボレー。どうでした、副所長。やった感じ。そうですね。うん、
まあ、あんまり自分はこうそんなに意識して最近フォアのミドルボール打ってないんで、はいはい、ちょっとカメラ回してください。カメラ回してください。ええ、そんな打ってないんで、まあ、皆さん意識してるんだなっていうのを知れたので良かったと思います。結構いろいろ試すと面白いですよね。そうっすね、やっぱりね。まあ前も言いましたけどやっぱり一つじゃないですからね、いろ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 あるんです。いろいろあります。結構 そこにどこにヒントがあるか分かんないですね。そうっすね、いろんな聞いてみてね、試してみると。背は合う合わないって、はい、あります。形も大事だけどいきなりラギーではね使えなかった。そうです、そうです。実際ラギーはもうちょっとこう簡単な動きの方ができたりとかっていう、まあ基本のスクールでは基本ねやってますけど、大事なポイントだけ押さえればしっかり。そうですね。じゃあ所長、なんか最後締めの一言お願いします。やっぱりね、テニスはもういろんなねことをねこう試してみるっていうのが大事ですね。で試してる最中っていうのはやっぱり失敗しますね。失敗はね数多くするんです。でも決してね失敗しちゃったからダメってことじゃないんですよね。その失敗が上達に結びつくと。だからいろいろどんどんチャレンジしていただいてね、ぜひ上達に向かってね前向きな失敗していただければいいと思います。我々もねいろいろね失敗を繰り返しながらね、よりいいテニスレッスン、テニススクール目指してね頑張っていきたいですね。そうですね、はい、では本日は動画のご協力ありがとうございました。また次回、ありがとうございました。さよなら。